はい、一応ですねスパッツ履きました。まあちょっと素のスパッツね、いえ間違ってレインスパッツ持ってきちゃったんですけど、まあいいでしょう。じゃあこの雪道をねちょっと行きたいと思います。忘れないですね。よし、じゃあ行きましょう。おっとっとっと、これなら多分入ってもね雪はねスパッツで大丈夫だと思うんだよね。登山靴防水ですし、おいいですね、いい感じですよ。よいしょ、おっと、いやストックも出せばよかったかな。ストック一応持ってきたんですよね。こう歩いていきます。よいしょ、ちょっと次回はですねもし行けるんであれば、この霊障寺を、通過してですね行くと霊障寺山、先ほど言ってた霊障寺山ちょっと登山してみようかなと思ってます。一応ですね住職さんの北条さんの方には霊障寺山登っていいってことは前お話ししてまして、一応許可はいいんじゃないって言われたのでちょっと登ってみようと思います。今日はねちょっとまあ私が寝坊したのもあってね昼から出発してしまってちょっと登ってる余裕がないのでちょっと日を改めてね。いやしかし冬に来るとこんな感じなんだな。霊障寺を後にして、じゃあ今日はこれで帰りましょうかね。今の時刻は2時12分、はあ、できればね4時までには帰りたいので、まああと2時間どうしようかなって今考えてます。まあこのカメラもね持つのかどうかってのちょっとあるんですけど、うん、多分大丈夫だと思いますけどね。よいしょ、結構やっぱスノーシューいりましたね。いれば多分ねここ楽に上がっていったはずですね。まあさすがにアイゼンはいらないと思いますけど、まあ、アイゼンの方が楽だっていう時もあるからね。よし、じゃあね、この道路に出ましたね。で、これからちょっとですね、今日は霊障寺山行けないんですけど、このまま大町公園の方にちょっと抜けようかなと思います。まあ除雪はしてくれてるんですね。で、一応冬季期間は通行止めと書いてある。いつもだとここまで雪かいてあって、この先ね雪かいてないこと多いんですけどね、今年はなんでか上の方まで、ね、車を通った跡ありますね。ちょっと歩いていきましょう。いやー気持ちいいです、本当にめちゃくちゃ気持ちいいや。はあ、いい風が流れてますね。あ、気持ちいい、本当に気持ちいいです。
やっぱ今日早く起きてこのままね霊障寺山登ればよかったなってすごい後悔してますね。まあちょっとね、まあ、さっきの弟の話したんですけど、まあ痛かったな、惜しかったな、なんでっていうのはね、やっぱまだ残っててですね、やはり昨日ちょっと金曜日の夜だったこともあって飲んじゃいましたね。来るべき雪ないかもしれないですけどね。まあ一応会社も辞めて今ね、平日はいろんな事務っていうかね、まあ今整理とかしてるので、まあ、来れたらその合間縫って霊障寺山登りに来ようかなと思います。まあ、ちなみにこのまま行くとですね、まあ、霊障寺山はちょっと強引に登るような感じになっちゃうんですけど、高刈山まで行けます。まあね、去年8月か9月だったかな、ちょっと後輩とここね高刈山まで登ってきました。まあ、ちょっとその時はね動画撮ってないんですけれども、まあ次回機会があったら撮れたらなと思います。風によって木がギギギってこうね、擦れる音が聞こえたり、いろんな歩いてると風だったりね、まあ鳥がいれば鳥のさえずりとかね、もう本当に今日はここ今6線でこう歩いてますね。ズボンが落ちてきちゃいました。まあね、霊障寺はやはり一番人気スポットの時期っていうのはやっぱ文化の日前後ぐらいですね。その時イチョウの葉とかもう紅葉がねすごい綺麗なんですよ。本当に赤と黄色でもう本当に澄み渡ったブルースカイみたいな、まあ、英語で言いましたけど青い空っていう感じでね、結構人も多くてですね、本当に大変な感じです。で
まあ、霊障寺見た後ですね、ものすごい混むんで、皆さん来た道戻ろうとして結構ね混むんですよ、すごく。で、まあ、もしこの霊障寺ね、皆さん秋とか、まあ、春のね芽吹く時に見学したいっていう方はですね、そうですね、ちょっと傷ついてもいい車っていうのが変なんですけど、ちょっと私がよく使ってるのは、まあ、軽トラ持ってますので、おお、キジがいた、キジキジ。軽トラでですね、霊障寺の紅葉だとか景色を見た後ですね、今この歩いているこの道ずーっと来ます。で、まあ、この道路自体はですね、まあ、普通に車が通れますし、まあ、雪ない時は車すれ違いもできますので、まあ、結構ね、このまま高刈山行ったりしてもいいですし、ね、奥の八坂ですかねの方とか抜けてってもいいのかなっていう道路です。で、今行く大町公園に行ける道路があるっていう話をしたんですけど、実はですね、この道路もう少しで、道が分かれてます。で、その分かれてる道はですね、こういうの舗装はされていなくて砂利敷きです。で、結構ですね、冬場とか秋口になって葉が落ちた時はいいんですけど、葉がある時はですね、もろ車の横すります。まあ、草の擦り傷が車に結構ついたりします。まあ、四駆でなくてもまあ大丈夫だとは思うんですけどね。まあ、一部ちょっとね、滑るところがあるので、まあ、そこだけ勢いつけてとかね、いければって感じなんですけど、まあ、でもあくまでもね、多分ね、そんな車で来る人なんていないですよね。紅葉って言ったら大体観光で来るっていう人が多いんでしょうけど、まあ、もしね、霊障寺で、まあ、紅葉を見た後、まあ、引き返すに人、まあ、車がすごくってね、いやー、何分待たせんだよっていう状況になるんでしたら、まあ、ちょっとこの今から行く道路ちょっとおすすめですね。まあ、でも本当に気持ちいいです。なんか少しはね、心が晴れましたよ、本当に。本当に気持ちいいですね。お、珍しい人が来ましたね。あら、まあ、今ちょっと人が来ると思いませんでした。ちょっといろいろねお話ししたら、なんか毎日ここを通られているっていうことですね。まあ、確かにね、この道すごく歩きやすいです。いやー、本当にいいですね。
まあちょっとあのね、毎日登っている方ということでやっぱすごいなと思いました。さあ来ました。まあ、先ほど言ったですね、もしあの紅葉で車が混んでて、まあ来た道を引き返すのが大変だと。しかも傷ついてもいい車っていった場合はですね、そうです、この先のここが二手に分かれるんですけど、まあ、こっち行くと鷹狩山の方に向かいますね。でこっちの方ね、これがあの先ほど言ったここから砂利敷なんですけど、まあ、除雪もされてないですが通った跡ありますね。あのこれがですね大町公園の方に抜けている道路になります。でもう本当にあのこう木がね出てますんで、まあ、軽トラとかね軽ちっちゃな軽だったら、まあ、通れます。で私はですね大体こういう見るとこの道路軽トラでまあダーッと来て大町公園抜けていくような感じですね。まあ、このまま歩いていってみますかね。まあ、こっちから来るとね下り坂ですね。こういった感じですね。ここね結構ね、もう夏場になるとねものすごいですよ、笹とかボーボー生えてて、で私はですね一応軽トラ、まあ、傷ついてもいい車だって言い方をちょっとしてしまったんですけど、実はですね軽トラにキュアコートっていってスプレーで、ね、薄い膜を貼る、ものを振りかけてます。なのでそれ塗っとくとねあまりにもちょっと汚れてきた時には剥がすことができるんですね。だからその剥がすようにやりますね。でちょっとこれ見ていくとですねちょっと足跡、動物の足跡がここありますね。なんで動物だろう、鹿っぽいですね。まあ大町もねだいぶね鹿が増えたんですよ。でちなみに猿も増えたんですごいですよね。そうこんな感じでね木がいっぱいあって、まあ、こう避けられるんですけどね、こんな感じで住みづらかったら申し訳ないですけど。本当に通った跡がありますね。でしかも動物も結構通ってますね。鹿だけじゃないような気がする。そしてまあ冬とかね春先はねここはもう枝も何にもなくてね普通の軽トラも通れるんですけどね、夏からその紅葉時期も結構草が生えてますので、来る際は、まあ、さっき言ったキュアコートを車に吹きかけてくるかしてここを通ってみればいいと思います。いやー本当に運動不足にはいいね運動になります。ほらここもほらいろんな鹿のこっちの方に抜けてってますね。でこう歩いてさあ出ましたね。ほらあの上には鷹狩山が見えてます。まあ、先ほどの人の話だとね南の鷹狩山は、まあ、こっち側にあるんですけど鷹狩山のこの隣ですね、この隣の山行って鷹狩山行って霊所寺山の方なんか縦走してきたようです。ちょっと私もですねちょっと行ってみたいなと
思います。また次回ですね。いやでもね、あんまりね暖かくなるとね嫌なのがね、私の嫌いなヘビ、結構ねヘビだけは私ダメでして、ドキドキします。キジの鳴き声かな。いやお、なんかここもですね動物が通った跡がありますね。キジですかね。なんかキジですかね、ギーギーギー言ってますね。多分なんでお前登ってくんだよって、来るなって言ってるのかもしれないです。いやー気持ちいいや、本当に気持ちいい、本当にいいですね。いやー本当に気持ちいいや。いやー雪深くなってきましたな。やっぱスノーシューいるかこっちも。しょうがない。お、道路が出てきましたね。これでもうあとわずかで大町公園着きます。まあ、こんな感じの距離歩いてね、多分10分から15分ぐらいでここまで来れちゃうので、ね、この道路はやはり結構ね軽トラみたいなちっちゃな軽で、まあ、4駆であればこの道は重宝してますね。はい、ここまで来ました。あとはもうこれ下っていけば大町公園、山岳博物館のあるところに到着できますね。よいしょ。いやー、まあ、帰ったらスノーシュー
じゃなくて、レインスパッツを洗わなきゃいけない。はい、これで、まああと下っていくだけですね。まあここもあれですね。あの3月いっぱいまでは、冬季通行止めで車は基本的に一般の人は入れないですね。ちょっと喉が渇いたんで水いただきましょう。ちょっと北アルプス芸術水って書いてあります。北アルプスの美味しいお水アルピナって書いてあります。あ、うまい。まあ一応ね、大丈夫だと思うんですけど、まあスパッツの方は大町公園行くまではちょっと吐きっぱなしで、大町公園行って何もなければちょっと脱いで降りようかなと思います。あ、でもね、大町公園の脇に雪あったような気がするな。まあちょっと見て、ね、大町がこう景色見えてます。いやー、久しぶりに歩いたね。本当に少し楽になったかな。あ、だいぶ下ってきましたね。まあちょっと途中から気づいたんですけどね、 GoPro7 じゃなくて間違えました、フェニックス7でね、ちょっとあの途中からですけどちょっと計測してみました。まあ距離はまだ 3.5 キロぐらいしか歩いてませんね。
まあこれで一旦いいかってかな。毎日山歩くのもいいかもね。うん。今日は高刈り山とかね、明日は南高刈り山とかねで、明後日は霊勝寺山とかね。やっぱそうだね。登ってみるのはいいかもしれないね。歩いてますさあ、そしたらですね、これで降りたらですね、あとは大町公園からそうですね、桜並木通って、まあ家戻りましょうかね。多分ここからだと1時間もかからないぐらいですかね。まあここね、ひたすら歩道です。なんかブル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 言ったぞ。なん、あ、1万歩歩きましたって腕時計が言っております。いやー、でも本当に気持ちよかったな。本当にいい感じです。まあできればね、ちょっとこの帰りの道路、歩道じゃなくて、まあ雪の道路もしくは登山道で降りてきたかったですね。まあ降りる道がないかあるかって言ったら、まあこの道通らなければあるはあるんですけどね。まあちょっとあそこね、霊勝寺から出てきたあの道からですね、まあ登山道を通っていく道路っていうのがちょっとね、まあ複雑なんで、まあこの道でまあいいかってことで、今日はね、まあ久しぶりの、まあ登山というよりもハイキングですね。気分で歩いていますので、まあこれでよしかなって。おお、涼しい風が来ましたね。いいです、いいですね。本当に気持ちいい。お、こすりそう
いやー本当にいい感じですね。さあもうじきで大町公園です。で大町公園にはですね、実は大町公園の裏の方、まあ大町公園に、まあ、山岳博物館というものがあるんですけど、まあそこと関連連携してですね、実は大町公園に動物園があります。まあちょっとちっちゃいですけどね、まあ、そこには保護された動物だったりとかですね、ニホンカモシカさんを見ることができます。興味ある方はですね、ぜひね、あこんなとこ動物園あったんだ。で一応ね、山岳博物館はね、一応ライチョウの研究もしてるということで、まあライチョウも運が良ければ見られます。私前回来た時はね、ライチョウいなかったんですね。今ここに見えてるあの黒い建物、これがもう動物園になってますね。まあ、この下は川が流れてます。あそこ砂防ダムありますね。はい、大町がだんだん見えてきましたね。はい、動物園になります。多分働いてる方はどうなんでしょうね、県の職員なんでしょうかね。やっぱ多分この動物園県だと思うんですけどね。まあ確か閲覧が5時ぐらいまでだったと思いますね。あ、そうですね、大町山岳博物館附属園って書いてありますね。こんな感じですね。いや一応ね、飼っている、まあ、冬場ね、夏場ねの、まあ、スババルライチョウも見れますし、まあ、トビやチョウゲンボウ、フクロウ、あと水場所もね植えてるみたいです。春先来ると見れると思います。あとはニホンカモシカとかハクビシン、ね、まあ、そういうものがありますね。まあ、やっぱり夕方5時までですね。入園は無料となってますので、まあ、興味ある方は、ね、もし大町に来て山岳博物館を見た後、まあ、動物見たいなと思ったら来ていただければと思います。でここが山岳博物館ですね。うん、まあ、ここが大町公園です。じゃあこのままもう下って帰っていきましょうかね。でちょっとね、もしかしたら一箇所雪がありそうなところがあったと思うので、ちょっとそこ行って雪がなければちょっとスパッツ見ましょうかね。まあちっちゃい子はよくここ遊びに来ましたね。本当に遊びに来ましたよ。まあ一応この前確かボルタリングできたと思ったんだよな。まあ、ちょっと若干雪ありそうだな。まあここもね、桜があと2ヶ月ぐらい咲くと、まあここは花見できる会場になります。で提灯が飾られますので、まあね、5月の連休あたりぐらいは結構人多いですね。おお、ちょっとまだ雪ありそうなので、ちょっとこのままスパッと履いていきましょうかね。さあ来ました。本当に今日は天気が良くていい感じですね。はい、大町です。
いいね、有明さん、ガキだけ、デニーだけ、ムキ、ジーナだけ、カシマ、ゴリュウ、カラマツまでは見えるようです。ね、ちょっとまだここね、雪が降って、ちょっとスパッツを履きながら降りていきましょうね。おーおスパッツ履いててよかったですね。おかげで全然大丈夫です。履いてなかったらズボンビチビチになってたんで、ね、さあこれで S 字カーブを通らずまっすぐ降りてこれましたね。で次は、桜並木向かいます。よし、まあどうしようかな、もう面倒だからこのまま入ってっちゃいますから、切れなきゃいけないんだけどね、切れるのが怖い。はい、じゃあとりあえずですね、映像はここまでにしましょう。まあ以前にね、桜並木通る動画は流してると思いますので、まあよければですね、桜並木の方を、見ていただければと思います。じゃあそういうことで、この道を通って自分の家に帰りたいと思います。